さあ記念すべき新しいエンターテインメントプロレス、はい、FMW の大事だ、まあ、とこういう言葉がありました、はい、それをたっぷりとですね、この担当させていただこうと、ね、このように思うわけであります。その記念すべきオープニングマッチご紹介しましょう。佐々木義則、山崎直彦 VS The American Dragon ランスケード、これは楽しみだ。タッグマッチがいきなりのっけから、この記念すべきのオープニングマッチを飾るわけであります。山崎そして佐々木、まああのね、レスリング伝承ザ・ファンクスの戦いで、いや本当よ、ね、もう一回りも二回りも大きくなりましたよ、この二人は。その成果を見たいもの、見たいものであります。さあ、いよいよあのショーン・マイケルズのマナ弟子がね、マナ弟子というか教え子が TWA 登場しますよ。はい、どんな選手なんでしょうね。いや実は私の放送席の方にはですね、全くノーインフォメーションですね。ね、はい、ただですね、アメリカンドラゴンランス系の入場です。でもかなりあのあれでしょう、はい、日本のプロレスには以前から興味持ってたみたいですよ、この二人は。ジアメリカンドラゴン、そちらですけど、出てくれば多分わかると思うんですがですね、アメリカンドラゴンの方はドラゴンっていうぐらいで、藤波辰巳に憧れてるそうな話ですね。そしてあのランスケートの方は、これおそらく出てくればわかるんですが、テキサススタイル、はい、あのスタンハンセン、あるいはバリーウィンダムを下を置いてるということでね、この辺りがまた日本人としては馴染、日本のファンとしてはね、馴染みの深いファイトスタイルではなかろうかというね。さあ、あ、今アメリカンドラゴンが先頭、そしてランスケードが、かなり長身の選手が天下のハット、やはりこれウエスタンルックであります。あ、でもまだ体ちょっと細いかな。そうですね、おあ、でも背は高いですね、大きいね。ひとまたぎトップロープ、大きいですね。この辺斉藤さんもいます。ハンサムじゃないですか。赤コーナー207番の山崎直彦、山崎は実に対する的な308番の佐々木義則。佐々木さん、今まで散々山崎のことを親父が親父がって言ったじゃないですか。それは FMW で混乱してた時期ですからね。だから斉藤さんが揉めるしかもうどこにもないんですよ、ね、揉め事の種がいなくなりましたからね。もう本当あのこれでいくらね、心は一つですよ。KKFMW でね、ずいぶん斉藤さんもあの古木さんのこと応援してたみたいだけど、まだまあ、僕もそこに噛みつかなくていいと思うともうほっとしてます。ほんと自分こう過去のことは自分の都合のように組み替えてしまうタイプですね、杉崎さんは。だそういうと僕が悪い人みたいじゃないですか。ちょっと待ってください、今のはだってじゃあやめましょう、やめましょう、ね、やめましょう。こんなあ、でもね、ええ、このあの TWA のこの2人組、はい、興味あります。リッキーさんの言葉によると、うんうん、あの何でしたっけ、はい、グラジエーターの若い頃を彷彿させるって言って、どっちのことだ。ランスケード、ランスケードのことでしょうね。今リング上はアメリカンドラゴン、彼はあの今入った情報ですと、はい、日本であの空手の修行をですね、はい、積んでいるということですね。ということは山崎とこれはかなりバチバチしたいい試合が見れそうですね。ですね。いや山崎佐々木もだからこれ交代賞ですね。あの先月あの横浜アリーナが、ね、ファンクしてやって、ね、そして今日はこの若者たちと、若者たちとまさにレスリングの伝承者になっています、ね。あ、山崎佐々木が伝承者ですか。だってあのそれはちょっとこのアメリカンドラゴン、判断が早すぎませんか。アメリカンドラゴンランスケードはファンクスとはやったことないはずですか。いやもちろんそうですよ、ね、まだだって試合してまだ十数試合でしょ。向こうでも、もう本当にね、あの TWA 自体がまだ、あれですあの畑下ばかりですからね、うん、ただまあね、はい、あの今ちょっとこう攻め見ても分かりますけどね、はい、さすがショーン・マイケルズが本当は手取り足取りね、うん、教えてるだけのことありますよね。基本がまずしっかりしてるなという印象ありますね、これはねじっくり皆さん見ていただきたい試合ですね、はい、さあランスケード TWA テキサスレスリングアソシエーションからこの若手同士の代理戦争と第一弾と言っていいでしょうかね。ショーン・マイケルズは随分、はい、あの本当親身になってあの選手を育成する指導者なんですね。楽しみですね、うん、特にこのランスケード素晴らしい体をしています。これはショーン・マイケルズ楽しみでしょう、ね、もう一回りなんて横幅がね、
肉がついてくると本当楽しみな選手になりますね。これだからね、佐々木山崎と当たるっていうのはいいですよね、はい、佐々木の体がいつもだったらでかいなって気するんですけども、うん、今日はほら 上杖がこれ10センチぐらい違いますからね、これね。さあ、おっと力比べか、この若者同士の力比べ、すがすがしいものを見せてくれそうな予感がします。ランスケードのお尻の模様は何ですか、はい、あれはテキサスの地図ですね。あ、ね、テキサス州のテキサス州の地図がお尻に書かれてますね。あ、形がね、さすが杉作さん、僕は、いや僕は今まで本当にバカのふりしてましたけどね、州の形が分かるってのは相当アメリカ通ですね。僕はバカのふりしてましたけど、斉藤さんに合わせただけの話、ちょっと待ってくださいよ。今日のこの大事なね、植木さんいなくなって、大事な今日の一発目に僕は清掃で来てますけど、斉藤さん何ですかこのラクダの桃引きみたいなの来てきても、ラクダの桃引きでしょ、色だけでしょ、なんでですか、やっぱり礼儀を書いてる人間はおしまいです。ちょっと待って、そんなことないですよ。また仲良くやりましょうよ斉藤さん、仲良くやりましょうよ。今日は杉作さんは自分の言いたいことだけガーってもう次に行ってしまう、なんつうか、あ、山崎はでも今日はじっくり攻めてますね。そうですね。さあソンビング、うん、山崎ですか、パンクス戦を経てですね、山崎の攻めになんか余裕とは言いませんけど、余裕っていうかこうなんか着実さが出てきてるような気がするんですよね。やっぱりこのレスラーとしてのちょっと懐の深さみたいなのが出てきたかもしれません ね、スケールが一回り大きくなったという部分が あるかもしれません。なんか落ち着き、いい意味の落ち着きが感じられま す、ね、はい、いや、それです、うん、でしょ、パンクスと、まあ、互角にやったんですよ本当に。そうですよね、しかも往年のパンクスのですね必殺技をもう二人で全て受けに受けて、おっと強烈な蹴り、さあそれに対してこの空手出るかな、若いアメリカンドラゴン、さあこの荒削りなファイトが爆発するんでしょうか。逆水平、おっとこれまさかアメリカンドラゴン耐えていく、側面向いたらショーン・マイケルズだったなんてことないでしょうね。それはないでしょう。いや分かりませんよ、ショーン・マイケルズはそういういたずら好きですからね。でもこのまだまだほらこの荒削りさはね、まあ僕もそれはないけど、行ってみただけですからね。なんで仲良く、まあ、今日は斉藤さんどうですか、はい、平和になった FMW ということで、今日第7試合までありますけど、見どころは、見どころですか、はい、それはメインイベントでしょう、当たり前じゃないですか、そんな何を言ってるんですか。僕は全試合というかね、この試合も見どころだと思ってますけどね。もちろんですね、どれか一つ選べみたいな雰囲気で来るからでしょう、杉崎さん。あえて一つ無理やり絞ったわけじゃないですか。まあ、僕もあえて一つ選ぶなら斉藤さんと気持ちは同じです。そうでしょ、やっぱり H ガンノスケコンビ ね興味ありますよ、そりゃ。黒田のコンビ、先日のあとさっき出てきた鴈治郎さんが何をするんですか。鴈治郎さん、ガンジローさんはまたここに絡んでくる。僕は分かりませんけど。それまた楽しみ。あれはガンノスケの刺客ですかね。はあ、メッセンジャーですよね。ガンノスケも人脈広いですね。広いですね。おそらくあれは党に還暦が過ぎているような佇まいでしたんでね。2戦目のテーマはやっぱお年寄りですから、やっぱそのあたりのね、なんて言うんでしょうか、メッセージもあるのかもしれませんね、ガンノスケからの。楽しみです。そして相手が黒田親、はい、男タックル、おっとこれはこの間ブレンバースタープラスでもちょっとね、はい、紹介しましたけど、ずいぶんいい試合だったですもんね、はい、素晴らしかったですね、そのリターンマッチということになりました。黒田親もねこれベルト取られてね、そのままってわけにはいかないですよ。そうなんですよ。でもこういう早い時期にねすぐにリターンマッチ組まれる、しかもタイトルマッチで、これはなかなか黒田親としてもですか、ね、まあ、だからレスラー冥利に尽きる部分もあるんじゃないですか、うん、新井さんがやっぱりこのチームを勝ってるってことですよね、はい、さあ、おっと高々とアメリカンドラゴン飛びました。今のジャンプ力なんかやっぱ若さを感じるというか ね斉藤さん飛んじゃないですか、飛びますか、さあ、いや宇宙人、宇宙人ラケブラザーですよ今、ね、あの高道の子を ね高を彷彿とさせますね、彷彿とさせる、いや高かった高かった、これはやっぱり高がアメリカに行ってます
から、さすがですね。おお、ちょっと待って、ランスケードも、ランスケードも、おーおー、ブラボンズね。いや、ランスケード、おー、正面蹴りです、正面蹴りです。飛んだところトップロープをノータッチで飛ぶあたりはですね、まさにあのグラジですよ、ね、あれを見てリッキーさんはグラジって言ったんですね。あー、すごい。いや、どうしてどうして、いや、ね、若くて荒削りですけれども、素晴らしい選手ですね、これね、二人とも。だからほら、あの今、おー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 、そしてスプラッシュですよ。これは斉藤さん、アメリカ、アメリカンテイスト爆発してますよ。あー、また今のもね、バリーウィンダムとバリーですよ。こう、あのバリーウィンダムそっくりですね、またね、佇まいが。これやっぱりね、金髪とあのショーマイクル学園は、相当教えてますね、いろんなこと。いやー、これね、アメプロファンにはたまんないかもしれない、うん、だからあのほら、ショーマイケルズの TWA は今ショー船木がいるじゃないですか、うん、いますね、はい、で、やっぱりあのタカと船木のね、うん、あの海援隊とか見る機会が多いんでしょう、うん、なるほどね。おそらくさっきの宇宙人は盗んだっていうことないけど、はい、教えていただいてるのかもしれないですね、タカがね、タカからね、ですよね、はい、いやしかし驚きました。いやー、FM ダイムにあった世界的な広がり出てきてますね。出てきてますよ。いや、新しい船出にはのオープニングマッチにはこうふさわしい。いや、もう今までね、なんか未来を感じさせるね、このタッグマッチになりましたね。おー、すごい相撲タックル、ね、ランスケードにも、あの冬木さんのね、うん、放尿事件とか、うん、あのお化け屋敷とか、はい、いろいろありましたけど、うん、急にあの世界的な広がりが出てきてませんか。なんかね、こうちまちましたものなくなりました ね、うん、さあ、おー、スケールがでかくなりましたよ。そしてあの伸び伸びやってる、しかも、うん、山崎佐々木がその世界のスケールに全くついていってますよ。そうですね、やっぱあの外国人選手も含めて伸び伸びやってるように見えますね、これね、楽しい、おお、すごい超ハイアングルの落とし、危ない危ない、たまらずランスケード入ってきた、ね、第1試合からこういう、ね、いい外人見れるって、あのこれから伸び盛りのね、これからまさに2000年ミレニアムにはもってこいでしょう、これ。やはりあのショーン・マイケルズの団体との提携というのはこれはプラスに出ましたね。出ましたね、さあ、そして、まあ、それにこうするかのように山崎も非常にバッと生き生きしたはつらつとした試合を見せているわけだから、スーッとカウント2。お客さんもね、今客席ちょっと、ね、目白黒させてますね、びっくりしてますよね、うん、あれ、こんな外国人選手いたんだっていうね、さあ、もちろんでもまだあの新人ですから、それでほら、クリーンじゃないですか、うん、ね、若々しくてね、うん、余計なことしないし、なだれ式のブレインバスターも豪快に投げ放っていく。いや、ランスケード、ほんとバリューインダムそっくり。さあ、ロープに振っていく。おっと、さあ、エルゴーダー、おー、山崎、佐々木が吹っ飛んだ。おっ、さあ、スープラトンか、いや、さあ、ここで、おーっと、高々と、おお、この荒削りな感じがたまらんですね、これね。おっ、ドラゴンだ、さあ、藤浪辰巳に憧れたというアメリカンドラゴンの見事ドラゴンスープレックスホールドだ。まさにあのマジソンスクエアガーデンを彷彿させる、させるようなね、見事なフィニッシュと言っていいでしょう。ジアメリカンドラゴン TWA、 そしてランスケード恐るべしか。やはりあの藤浪さんのアメリカでのやはりあの知名度っていうか、すごいんですね、思い知らされますね、やっぱりあのマジソンスクエアガーデンであれ WWF でしたっけ、 WWF ですね、ジュニアヘビー、ね、ジュニアヘビー、うん、はい、あれをやっぱりダッシュして、うん、アメリカにもファン多いですね。そしてアメリカの若い選手がこうあれを見て育ってきてるっていうのが面白いですね。そしてこの日本のマット、 FW のマットでこの日本のマットで戦うというね、いやー、もうね、もうやっぱり歴史はサイクルして、さすがもう2000年